はいどうも、偉大なるカミリーでございます。シャイニングパールの実況の続きやっていきましょう。というわけでね、前回は一つ目のジムバッジを攻略したということで、早速ですけども二つ目まで行っちゃいましょうか。で、おっと呼び止められた。なんや。おー、なるかみ、ジムバッジもらえたか。次のジムバッジもらえんのハクターエシティのポケモンジムやろ。で、207番道路に行ったけど自転車がないと通られへんねん。まあ、ポケモン戦わせて鍛えたからええんやけど。で、ことぶきに戻るわ。んで、その次白帯に10バッチ。ということで、あれか、自転車をどっかで入手しなあかんわけやな。野生のビッパが岩砕きを使って助けてくれた。なるほど。野生のポケモンが助けてくれるのいいな。これでさ、秘伝要因を用意せんでもいいっていうのが良いな。そうそうそう、上の方で銀河団に。ここ初銀河団エンカウントポイントやな。なるかみ、いいところに来たろう。このおかしな連中はよくわからないことを言っておる。ちょっと懲らしめてやれ。これは困ったポケモン博士ですね。我々はお仕事としてお話ししているのですよ。おい、お前仕事話すんな。おい、ゲームにな仕事の話を持ち込むんじゃねえよ。ぶっ倒すぞお前。一緒に懲らしめようぜ。光ナイトさっき何の攻撃した。体当たり。こっちかい。あー、倒してくれるやな。オッケー。俺のパーティーにケムッソが必要かって言われたらちょっと怪しいな。ケムッソってさ、特殊タイプか。さすがに物理じゃないよな。毒ケールもアゲハントも物理じゃないから、さすがに俺のパーティーには入らんな。というわけで銀河団を吹き飛ばしていくと。ここは引き上げるとみんなに優しいから、ありがとね。おー、パソコン管理してるお姉ちゃんに来てくれたんか。え、ボールカプセルさ、あれか、どっからでもアクセスできるっつったよな。確かさ、剣盾に、あれやねん。ポケモン選択画面で R ボタンを押したら、そのポケモンのボックスいつでも覗けるようなんねんけどさ。これ、あー嬉しいわ。このシステムがさ、オミットされとったらさ、ちょっとめんどくさいなって思ってねんけど、まあ、今回はこれちゃんと実装してくれてるわやから安心したわ。今のパーティーの課題って何やろうな。水タイプちょっと欲しいよな。なんかちょうどさ、コイキングも相手出してきてるし、ギャラドス欲しいよな。ギャラドスってさ、物理アタッカーやから、俺の今回の企画にすげえ噛み合ってんだから。からどっかでコイキング捕まえて、ギャラドスに進化させよう。それが多分一番強いわ。あとのタイプ相性補完って何があったかな。とりあえず炎タイプ、電気タイプ、で飛行タイプはおるから、炎タイプ、まだな、炎の物理技をエンマーが覚えてへんからな。それがちょっときついわ。神王最強の守り神をさ、手に入れる前にさ、まあ、地面とドラゴンは確約されてるから他のタイプ欲しいよ。あ、確かね、今作ルカリオがおるから鋼と格闘もゲットできるから、まあ、とりあえずそれなりになんとかなりそうやね。さあ、荒れた抜け道の中の、あ、毒消しあれやん、ちょうどよかった。アロマのお姉さんめっちゃ可愛いなってるやん。やばっ。てかさ、俺今回火の粉を使われへんからさ、草タイプ意外と重いかもしらんな。2番目のジムリーダーはね、草タイプのナタネやねんけども、これはうわ、もう毒のトゲうざすぎるな、マジで。おいおいおい、ちゃんと毒消し結構買っとかなあかんな。草タイプのポケモンなんか捕まえよっかな。俺結構ロズレイオとか好きやからさ、捕まえんのはありやねんな。今回さ、キノガッサとかおるんやったらさ、キノガッサ出したくね。キノガッサ仲間にしたいな。でもキノガッサ入れたら格闘枠がルカリオン被ってしまいそうやから、それがちょっと不安かなってもある。タイプを被らずにパーティーを組むってなかなか難しいのよな。これがランクマッチの環境とかやったらな、そういうのをバランスとか考えながらさ、パーティー組めるけどさ、いっぱいもう捕まえてるわけやからさ。こんなところでダブルバトルか。ダブルバトルもな、まあ別にそんななんか新鮮なるもんじゃないな。さっきやったしっていうか、よくよく考えたらさっきのストーリー攻略でダブルバトルやってるわ。もう多分ここら辺カットしてるわ。カット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 。ソノータウンに着きましたということで、ここ何やったっけ、なんかお花いっぱいあるとこやったっけな。あんまり覚えてない、ぶっちゃけあんまり覚えてないんやけど。なんかジラチェにいてんけど。ええええええ
どういうこと？いきなりジラージゲットしちゃってんけど。びっくりした。え、どうしよう。いや、さすがにこいつにちょっとニックネームはつけれねえな。ちょ、一旦保留。びっくりした。え、何レベ？5レベ、弱い。ははは。え、マジか。あれか、なんか早期購入特典のジラーチかな。あー、こんなとこでもらえんねんな。びっくりしたわ。ここってさ、シェイビの男やのにさ、まさかそんなジラーチがもらえるなんて予測してなかったわ。まあ、そのタウンでね、ジラーチを受け取ったんで、このまま先に進んでいきましょう。多分、この先が、あ、なんかおる。どうした？ジョーちゃん。私のね、パパを呼んできてほしい。はいはいはい。発電所で働いてるけど、宇宙人みたいな人に意地悪されて入れてもらえない。そういうことね。なるほど。じゃあ、その宇宙人みたいな人たちをぶっ飛ばせばいいってことやな。谷間発電所をやっていきましょうよ。確かね、こう、金曜やったら、え？金曜やったっけ？不安定が出るんやな。ゴースト飛行タイプの不安定が出るんやけど、まあ、今回のオレンパーティーにはいらんかな。まあ、とりあえず、この宇宙人みたいなバカをな、ぶっ飛ばしていこうぜ。銀河団ボコったら花畑に次行けって言われたから、ちょっと花畑の宇宙人野郎ボコってくるわ。ほら宇宙人、早く鍵よこせよ。キーの実をよこせ。キーの実をコテンパンにすればいいだろって。お前ら2人で挑んできたからって勝てると思うなよこのよ。タイマンかい。タイマンでやるんやな。まあ、多分先の草むらとかでケモストが手に入んのかな。まあ、さっきももしかしたら話してるかもしらんけど、ケムッソとかはさすがにいいかな。あと、発電所の前でボコったニャルマーとかもオレンパーティーには入らんかな。入るんであれば、ワンチャンあいつよ。ドラピオンとか。ドッグアッタイプってかっこいいやん。やつの採用はあり得る。パワーちょっと足りへんけどな。つかめ、描いた夢を守れ、大事な友。たくましい自分になれるさ。パー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 。とりあえず銀河団の下っ端をボコったから、発電所キーをここでしっかりとゲットしていくと。よし。甘い蜜を奪ってるとか、なんかどうとなこうたり言ってんな。甘い蜜って何やったっけ。あー、気に入れば寄ってくるか、なんかそんなんありましたわ。というわけで、発電所の中に突撃ほう、幹部に連絡か。っていうことは、ついに幹部船がやってくるわけな。あー、マーズちゃんね、了解ぼっち。ボコしていきましょう。さあ、マーズ船やっていきましょう。私、銀河団にいる3人幹部の1人。今よりも素敵な世界を作り出すため、いろいろと頑張ってるのになかなか理解されないのよね。あなたも分かってくれないでしょ？ちょっと悲しいけどね。いやー、分かるってばよ。なかなか世界には理解されへんよな。自分の考えってのは。分かるってばよ。俺にも分かるってばよ、マーズちゃん。分かる分かる。でも、ま、俺の方が正しいってことを分からせるためにも、ここはしっかりとボコっていきたいと思います。トンボガエルってきてんけど、嘘やろ。結構ガチな技も使うやん。あー、ブニャットってこんな序盤で出てくんだ。めんどくさいな。でもこの子はこの子でな、ポケモンのこと思ってるから、ええやつやね。許してやったらどうや。最悪、最後はマッハパンチでぶっ飛ばす。え、待って待って待って、木の実食うとる。もうマジでガチ対戦みたいなことしとんな。何これ、俺の身が。いや、相手もおしゃれなことしてくんな。まあ、ここは最後はマッハパンチに締めてゲーム終了ということで。もともとダイヤモンドパールでも俺の身とか食ってたっけ。そこら辺の記憶全然ないねんけどさ。まあ、結構面白いな。ストーリー的に結構面白くなってるんじゃない。あ、ズバッと登っとったわ。俺今完全に終わった気でおったけど、そういえばまだズバッといったわ。まあここはしっかりと乱れ引っかきで処理して終わりということで、
なんか今のところさ、物理技だけで積んだってことはないから全然やれてるな。コメントで教えてもらってんけどさ、なんかどっかで鋼で積みかねないって言われてるから、鋼に対して強く出るポケモンが欲しいな。いやから、まあまあでも一応ね、モーカザルが進化したらゴーカザルになってインファイトとかね、フレアドライブを覚えるから一応やれんことはないはず。気合い入れてやっていきましょう。というわけでルクシオもゲットしていく。ま、あなたとのポケモン勝負割と面白かったし、じゃあ私たちはひとまずバイバイしちゃうから。いや結構こういう女の子好きなんですよ俺。これ俺のタイプな、覚えといてくれ。全国1億人の女性ファン、俺の好みのタイプ覚えといてくれな。ここら辺の野生のレベルが下がってきてるから、下がってきてるっていうか俺のレベルが高すぎるからさ、ちょっと相手なれへんな。先どんどん進んでいこう。あ、ちなみにこれを話してなかったけどさ、なんで俺今回そのパールを選択したかっていうと、そう、剣盾でさ、パルキア持ってないんですよ俺パルキア持ってなくて、だからこのシャイニングパールがポケモンホームと連携できるんであれば、じゃあパルキア連れてこれるやんって思ったから、今回はシャイニングパールを選択しましたってことで。うん、ちなみにダイヤモンドとパールどっちが好きですかって言われたら、俺は絶対にダイヤモンドって答えるけどな。ダイヤモンドの方がかっこよくない、ぶっちゃけ俺な、なんか丸いやつよりも四角のやつの方が好きやからさ、やっぱダイヤモンドの方が好きなんや、うん、そういう問題じゃないかもしれんけどきた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 、炎タイプの物理技きたぞ。よーしよしよし、やっとや、挑発いらんやろ絶対。よーしよ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 し、これでフルパワーで殴りに行けんじゃない。ワンチャンさ、フレアドライブなしで火炎車だけ使い続けるってのもありかもしれんな。さあ白帯と森に入ったということで、おっと誰かいるぞ。はじめまして、私の名前はモミ、あなたは偉大なるカミリーと申します。よろしくお願いします。そう、銀河団というね、不審者集団からあなたをお守りするために、この私一生あなたについていきます。いや、それはよう言わんわ。別にモミ好きでもないしな。誰だよ、お前。何する人やったっけ？途中回復してくれるんやったっけ？ていうか、白帯の森何出たっけな？何が出るんか全然思い出されへん。てかさ、ダブルバトルでさ、味方のクリーチャー倒したら経験値入るようにしてほしいよな。経験値稼ぎさせてほしいねんけど、ダメですか。こうやって相手がいろんなさ、モンスターをさ繰り出してきたらさ、俺も早く図鑑埋めたいなって思うわ。とりあえずこの物理縛りとっとと終わらせて、ポケモン図鑑埋める作業に戻るべ。俺の中のさ、ケイシーのイメージってさ、テレポートしか覚えへんっていうイメージやねんけどさ、なんかトレーナーズスクールのやつらがチャージビーム使ってきたり、なんかここら辺のやつらがさエナジーボールとか使ってくんの見ると、これやっぱりあれやんな、目覚めるパワーがなくなったから、その調整としてさ、こういう特殊技をいっぱい覚えさせてるって感じやんな。やっぱ目覚めるパワーっていう技すげえ偉大やったんやなって思うわ。多分さ、アンノーンっていうポケモンとかもさ、あいつ目覚めるパワーしか覚えへんねんけど、結構技覚えるようになってんじゃないの。今作アンノーン出てくるか知らんけどさ。どう、この石あれやん、リーフィア進化させるところやん。あれ、剣盾とかのリーフィアってさ、何やったっけ、リーフの石で進化させるんやったっけ。俺リーフィア対戦で使わんから全然知らんねんけど。来た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 、これあれちゃん、森の羊羹行くとこちゃん。来たね、よーし、出口着いたぞ。ボディーガード料金100億万円な。ちょ、俺言ってること純と一緒やんけ。この釣り人4連戦はライガーでぶっ飛ばせるような、多分。というわけで一気に抜いていくぞ。よーし、白タクシーに着いたぞ。あ、銀河団普通におるやんけ。おい、何しとんねん、通報すんぞ。まあ、とりあえず白タクシーに着いたからさ、お、ちょ、自転車あるやん。自転車から先もらおうか。あー、銀河団のイベントクリアせえへんかったら、自転車これもらわれへんやつやな。ちょ、一旦ジムリーダー行ってさ、ジムバッジもらってから考えるか。
隠れてるジムトレーナーをあぶり出して、そいつらをボコってナタネさんとこに行くねんな。了解ウォッチ。まあでもここはとりあえず戦闘が今ライガーになってるからフェネックスに変えとこう。ここはもうフェネックスエンマ無双でいけるからね。絶対に譲れない、夢が吠え叫ぶよ、正義のために悪を貫け、涙などいらない、嘘の一振りよ、覚悟を今構えたら誇りとちぎれ。俺もさ、いつかさ、歌ってみた動画とか出したいねんけど、レッソーガングニールでさ、歌ってみた動画出していい？ちょ、誰か、あれやん、音源作ってや。音源とミックス頼むわ。よろしくな。待ってたよ。私が白帯ジムのジムリーダー、草タイプの使い手、ナタネ。そう思ったんだけど、ズバリだったよ。なんていうか、そんな雰囲気出してるあなたを、とにかく、ポケモン勝負しようよってことで。ナタネさんよろしくお願いいたします。ぶっ飛ばしていくぜ。まあ飛行タイプとさ炎タイプを選択してる俺やったらさ、さすがにこのジム余裕なんよな。え、ナタネさんかわいい。俺さ、ナタネさんのエピソードで覚えてんのさ、アニポケでさ、ナタネさんがさ、小次郎のサボネ、あのあれ何やったっけ、ミサイル針かさなんかをさ背中に受けて喜んでるシーンがさ、俺ずっと頭残ってんのよな。やばすぎるやろ。ポケモンの技をさ、生身で受け止めて喜んでるやつ、さすがに、木の芸やぞ。基地の芸やぞ、マジで。まあまあまあ、あの世界の人間って、だいぶ頑丈やから。全員サイヤ人並みに硬いから。あー、ナエトルとかなんか作ってきたよな。なんかそんな記憶がある。捏造された記憶かもしらんけど、確かなんかナエトル持ってた気するわ、確かに。硬いな、さすがに。あー、リフレクターね。だここで、モーカザルに火の粉を覚えさせてるやつやったら、なんか結構簡単に突破できたんやろうけど。まあでも、うわ、めんどくさ。あー、めんどくさ。めんどくさ。めんどくさすぎる。俺も毒消し使うか、さすがに。これさ、周りのザコトレーナーをさ、倒してすぐに来てんねんけどさ、これ一旦ポケセン入った方が良かったかもしれんな。まあ、翼で普通こすっとけばいけるでしょうって。ああ、奮い立てる。オッケーオッケーオッケー。相手積み構築やな。壁張って積むって結構ガチなことやってきてんな。でも、奮い立てるっていう積み技弱いから使わない方がいいですよっていうのを教えていきたい。これあれやな。次翼で打つ打ったら、エンマに引くんが正解やな。え、こいつさ、光の粘土持ってないよな。光の粘土持ってて、リフレクターのターン、8ターン続きますよとか、クソめんどくそうようなことをやってこえへんよな。あー、やばいやばいやばい。毒ダメえぐいんやけど。ロズレイドを出そうとしてる。入れ替えます。はい。まあ、あとは適当にな。火炎車こすっとけば、燃やし尽くしてってできるでしょう。燃やし尽くして、もっと高めて、果てなく心の奥まで、あなただけが使える。ロズレイドをさ、パーティーに入れたいねんな。てか、草タイプで好きなやつがさ、だこいつぐらいしかおれへんねん。あと不思議花とか。俺草タイプにさあんまりいい思い出ないねんな。あ、嘘ついた。ごめんなさい。俺の動画で1,2を争うぐらい伸びてるゴリランダーがおったな。やっぱゴリランダーも好きやで俺は。草結び行かないよん。全然食らわんわ。さすがに勝ったな。いや、まあこのジムで負けるなんてことは想定はしてへんけど。あー、これ9しちゃうんか。壁切れたんやったっけ。全然見てへんかった。っていうわけで、サクサクサクっとクリアしていく。まあここまではな、いける。まあ、次からがそろそろしんどくなってくるかな。そろそろポケモンフェアさんと結構戦力的に厳しいことになってくるんじゃないかな。どんなポケモンがおったっけ、全然覚えてねえや。というわけで、フォレストバッジをゲットだぞー。ああ、そうそうそう。居合切りか。あれ？ちょっと待って。居合切りのヒルンマシンどこでもらえるんやったっけ？全然覚えてない。なんかマンションの中とかじゃなかったっけな。俺持ってないよな。居合切りの技マシン。
おー、来た、やっと探検セット来たな。これで謎の場所にもレッツラゴーってわけで、バッグの大切なものから探検セットを使って地下大空洞か、大洞窟か、地下大洞窟やな。なるほどね、ついてくるがよい。ほう、連行されんねんけど、地下に埋められるやん。早速使ってみるのじゃ。おお、勝手に削岩始まったな。あ、氷太さん、お久しぶりです。なんでこんな広い空間が地下に広がってるかって感じやねんけど、化石を掘ったり秘密基地を作ったりよ。秘密基地作りたいな。ちょっとだけ探索してみる。え、なんか入れるやん。え、やば。あ、ここシンボルエンカウントで出んねんや。あー、なるほどね。うわ、嬉しい。あー、当たってもうた。ここら辺のポケモンちょっとまだレベルが高いから、俺らが入んのはやめとくか。さすがに危ねえ。一旦出るぞ。お、このお姿は。俺の名前は偉大なるカミリーと申します。あなたの名前はシロナ、よく存じ上げてございます。ポケモンの像があるの。はいはいはい。ワノマシン93。何、あー、ここで八重切りもらえんのね。ありがとうございます。さすがシロナさんでございますね。俺たちのことをいつも見守ってくれてる、ありがとな。じゃあこれで銀河団のビル乗り込むか。野生のビッパどっから出てくんねん、マジで。ガンガンギニンギンガマン、ガンガンギニンギンガマン、五つの雄たけび驚かせ、ガンガンギニンギンガマン、ガンガンギニンギンガマン、銀河を貫く伝説の刃、聖獣戦隊銀河マン。親父が、これ誰やったっけ、ジュピターか、ジュピターに絡まれてるやん。おい、やめたれよ。おじさん狩りは犯罪やぞ、お前。なんやという気わけでもないけども、取り返す。お、話が早いやん。お、話の早い女は好きですよ、俺。いいね。どうせズバッとと、これニャルマーやろ。ニャルマー？ブニャッとか。ブニャッとやろ。俺は詳しいからな。銀河団に世界一で一番詳しいからな。さすがに持ったけど。まあ、サクッと倒していきましょうよ。というかね、これ結構、雑魚戦でも使ってる思ってんけどさ、ルクシオのスパーク結構強いわ。これしばらくメインでこすっていってもいいんじゃないかな。地面タイプそんなにおらんやろ。スカタンクか、一番火力出るエンマに引こう、さすがに。スパーク使っていこうと言って矢先にモーカザルに交換していく。でもスカタンクはね、なんか剣盾環境でもさ、一応ザシアンに対しての対抗策になるっていうのを動画で見たことあるわ。結構強そうやったけどな。でもこの新王でスカタンクがやれるかって言ったら、いや、硬っ。ちょっと待って、まずいぞ。なんか俺も想像してた500億倍硬いねんけど、やばい、まずいな。この物理オンリーの縛りで初めて出てきた壁になるかもな。こいつさ、毒悪タイプやからさ。あー、でも一応あれか、グローパンチ等倍で入るか。オッケーオッケー、やけどヒーター、うますぎ。ラムの実、嘘やろ。あ、ちゃうわ、オレンか、オボンか、びっくりした。オボンか、結構強い技持っとんな。炎タイプに火炎放射って、もしかしてタイプ相性をご存知でない。まあ、しょうがないな。銀河団ってなんか頭あるぞやもん。いや、嘘、銀河団ってさ、宇宙のエネルギーとかをさ、真面目に研究している説があるからさ、意外と賢かったりする。てか、ここグローパンチで A 上げていこう。バークアウト。バークアウトは特攻下げる技やから。ていうか、あれやな。こいつの持ってる技的に毒ガスバークアウト、あと何やったっけ、火炎放射やからさ、有効なないんちゃうこれ。多分これやけどダメと火炎グルマンダメージでスカタンクさって落とせるよな。
いや結構なんかレベル差も切迫してきたからさ、簡単に倒せるってのがなくなってきたな。あー危ない危なー。そうやそうやそうや、スカタンクの特性誘爆を忘れていた。完全にコール外やった。やばいやばい、猛火が発動するとはいえど危なかったぜ。というわけでジュピターをボコっていく。まずジュピター、サタン、レディって感じで、仮面ライダーメテオっていうのがおってさ、俺昔そいつのベルトとか持ってたよな。俺も赤い自転車欲しいな。俺の自転車のカラーリングは赤でお願いします。おお、選ば、ほんまに選ばしてくれんねや、ありがとうな。はい、人影の炎を思わせる情熱的な赤。俺も世界で一番熱い男としてもね、これからやっていくんでね、皆さんよろしくお願いいたします。自転車を手に入れた。よーし、まあ自転車も手に入れたことやし、居合切りもね使えるようになったってことで、今回はこの辺で終わっていこうと思います。それではまた次回お会いしましょう。じゃあの。